ろいろなんか日本のものと違うか比べてみようか。あ、見て。何？これアッポーって書いてある。これもリンゴみたいよ。アッポー。これリンゴだけどさ、赤い、ね。でもこっちはあんま赤くない。本当だね。これは日本のに近いけどね。こっちはちょっと違うよね。あ、これは何？トメイトじゃん。トメイト。トメイトこんな形してるよ。なんか形が違うね。これ体重測る。体重測るところあったね。これこれこれ。これで重さを測ればいいんだよ。これでね。包み袋で止めるものが。こんなさ、こんなのあんま売ってなくない？こんな形の。何これは？あ？キャバーズ。キャバーズ。こんな長いんだよ。ここお店の見える？うん。何だと思うこれ？キューカンバー。キュー。そう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 。うわ、なんか太い。そうそうそう。すごいさ、量が多いでしょ。パイナポーとかもすごい、こんな感じでパイナップルが売られてる。食べたよ。あとメロン。メロンとか。なんか気になったのがあったの。ピンピンピン。日本でもそういうのあるよ。まあね。バットマンもね。すごいよね。色がすごいよね。あと色が泣いてる。泣いてる。あーか。これさ、わかる？何？この長い。あー。そうそうそう、タンが結構あの8枚とか書いてないよ。8枚とか書いてないね。しかもすごい長いでしょ。長いし、何枚入ってると思うこれ？1、2、3、4、5、5、もう10枚以上もあるよね、パンね。すごいね。10枚ちょうどいいっしょ。すごい長くて。あ、パンコーナー見て、ほらここにも本当のパンコーナーが。日本語が書いてあるよ。え？どこ？こし。あ、うん。こしやん。アメリカのものってなんでもでっかいですね。そう。バースデーカードがすごい可愛いのがたくさん売ってんだよね。こういう感じで。すごいたくさん。キッズバースデーとか。種類ごとに分かれてて、うん、しゃべってる。カードがすごいしゃべったりして、かっこいいね。お寿司が大好きな龍馬はアメリカに来てもお寿司がよく、ね、これ見て、アボカドが。そうね、アボカドすごい有名だから、アボカドのお寿司がいっぱい。かわいい。そうそうそう、ちゃんとお寿司がしっかり、日本食が恋しくなって大丈夫。で、どれ買うんだっけ？そう、あのマグロくん。マグロくんね。海外に来ましたが、結局は日本食が食べたいようでした。